ブラツァは、ブルガリア北西部の町、及び、それを中心とした、基礎自治体。ブラツァ州に属し、その州都である。バルカン山脈のふもとに位置している。ラテン文字表記には、ブロッセのほか、ビシザやバーカが用いられることもある。ブラツァの町は、商業と工芸の中心地であり、鉄道網の交差点である。ブラツァでは織物、金属生産、化学、 東京の生産が盛んである。ブラザはオスマン帝国統治時代の統治と防衛の拠点となっていた。ブラザの街は絵になるような美しさで知られる。ブラザさん山の麓の丘陵に位置しており、レバ川が街を横切っている。巨大で険しい岩山が周囲にはそびえ立つ。街はブルガリアの首都であるソフィアから1 1 6トルのところに位置している。 この地方には多くの魅力的な自然の風景が見られ、ブルガリア北西部における休養地である。複数の保護された自然と歴史的遺産がブラザ国有林の中に見られる。ブラザは古代のトラキア人の町であった。都市要塞のあった場所へ通じる狭い道のため、ブラザは古代ローマからはバルベと呼ばれた。今日、この細道はブラザの象徴であり、 死傷にも表現されている。ローマ帝国の分裂後、町は東ローマ帝国に属した。6世紀、ブラツァには南スラブ人の部族が居住した。彼らはパンノニアやダキアから流入した人々であったが、町は東ローマの統治下に止まった。7世紀、ブルガール人とスラブ人は第一次ブルガリア帝国を建国し、スラブ人の土地、ブラツァは、 その一部となった。町は国境に近かったため、やがて戦略的重要拠点となっていった。町の名前は、バルベから、スラブ語の古称ブラティサへと変わった。これが、現在の古称の由来となっている。ブラツァは、金細工、銀細工の生産と交易、質の高い瓦家と、軍事的重要性を持った町になった。8世紀。 ブルガリアの軍がソフィアを制圧し、ブラザは、その重要性を失っていった。ソフィアはより高い戦略的重要性を持ち、開発も進み、より大きな町であったためである。しかしブラザは、後に侵入した、ビザンティン、セルビア人、マジャル人との戦いにおいて、再び重要な役割を果たす。山々と森は多様な観光開発に適している。狩猟。 釣り、スキー、洞窟探検、ハンググライディング、写真撮影などがある。登山、サイクリングなどの複数のスポーツのための条件が整っており、ハングライディング、パラグライディング、カーティング、また、自動車、オートバイのレースのためのトラックもある。また、大人と子供のためのスイミングプール、ウォーターサイクル、ディスコ、バー、レストラン、質の高いホテルなどもある。 歴史博物館と民族史学、民族復興博物館もある。ブラツァはこの地方の町や村からバスや鉄道でつながっている。ソフィアやプレベン、ビディン、モンタナ、コズロドゥイ、オリャホボ、メズドラや地方の小さな村々と定期バスで結ばれている。バスターミナルは鉄道駅と町の中心の間に位置している。 ブラザは重要な鉄道網の拠点となっており、メズドラ、ボイチノブツィ、ブルサルツィ、ビディン、ロムなどと結ばれている。町はメズドラを通じて全国的な鉄道網へとつながっている。駅は町の北西にある。市内には定期バスが走っている。ブラザ基礎自治体にはその中心であるブラザをはじめ以下の町村が存在している。ありがとうございます。